お待たせいたしました。続いての発表は、札幌市立青葉中学校の皆さんです。発表タイトルは、青葉中学校リサイクルの取り組みです。それでは、よろしくお願いします。これから、青葉中学校の発表を出ます。 発表内容です。私たち5組のでのリサイクル活動について、2つ目、ダンボールの回収と整理、2つ目、ミックスペーパーの取り組みについて発表します。まず、ダンボールのリサイクルです。私たち5組の教室のに近くには給食室があります。給食室では、給食の食材を入れたダンボールが たくさん出ます私たち国組では10年以上前から段ボールを畳たたんで整理を行いリサイクルしてくれる業者に持って行ってもらう活動をしています毎朝10分間の朝の活動の中で係り,りになっている担当者が協力して段ボールを整理しています段ボ,ール段ボールは100%リサイクル可能な資源です一度使用された段ボールは分別回収されたら 新しいダンボールに再生されます。ダンボ,ボールがたくさんある日は、畳み終るのに時間がかかってとても大変です。でも、環境のためにみんな一生懸命に頑張っています。僕がダンボールを畳んでいて、ホッチキスを外すことが大変です。大きさや硬さなど、種類が違い、まとめるのが苦労しています。 業者の方に持って行ってもらうため、しっかりと取り組むことが大切だと思っています。また、この活動で大量の段ボールが捨てられないでリサイクルされるのは、とても環境にいいことだと思いますこの活動は、私たちが社会に出たときにも役に立つと思っています。 次にミック,ーークスペーパーの取り組みを始めたきっかけは新型コロナウイルス感染症によって私たちが普段学習している作業学習という授業でものづくりがあまりできなくなってしまったからです私たちは普段高校といって布でランチマットやポーチを作ったり木工といって木材でペン立てや小物入れなどを作っています 作業学習は将来働いたときのために取り組む学習で作った製品を学校祭やレインボーフェスティバルという場で販売していましたしかし新型コロナウイルス感染症の影響で販売活動ができなくなりこれをきっかけに学校で使わなくなった電子機器の解体木製品の解体図書室の廃棄図書の分別などいろいろな取り組みを行いましたこの写真は用務員さんと一緒に木のテーブルを解体しているときの様子です リサイクルの活動をする中で5組のプリントを一般ごみや資源化ごみに捨てるのではなくリサイクルできるものはリサイクルしようというところからスタートしました昨年の11月から私たちの学級で始め今年1月から学校全体で取り組んでいます事務の方、用務員さんにも協力してもらい専用のゴミ箱を設置してもらいましたミックスペーパーの取り組みは簡単です学校ではとてもたくさんの紙のごみが出ます 私たち生徒や教職員の方々にも簡単に取り組めるように、容姿がきれいなプリント、そうではない雑紙の2種類に分けて回収しています。また、この活動をする際に調べ学習を行い、インターネットを使って調べまとめました。本格的にミックスペーパーの活動が始まったのが、今年の1月ですが、活動が学校に定着した。 4月から10月前の間、青葉中学校のゴミの量をグラフにして比較してみました。令和2年度から今年にかけて、休校や夏休みがあるときを除き、ゴミの量が減っていることがわかります。これは学校全体の協力のおかげで、このような結果となりました。教室の専用の回収箱を使ってみたら、簡単に分別ができました。 写真の回収箱はすべて、すべての学中に置いてあります。これからも引き続き頑張って取り組みたいです。今回の発表を通して、体力を使う大変な活動だけど、地球にいい活動をこれからも続けていきたいです。キャンボールのリサイクルは、ただの学期課だけど、プログラムを取り組みたいです。 ミックスペーパーの活動は簡単ですご清聴ありがとうございました青葉中学校の皆様発表ありがとうございましたリサイクルの取り組みは工夫次第でいろいろな活動につながるのですね ご紹介ありがとうございます。それでは、ただいま審査をしております。また、次の準備もしておりますので、少々お待ちくださいませ。